お疲れ様です。フードエージェントに聞くシリーズなんですけども前回の私の質問は水道水水道とでペットボトボルの水ですよね。通常私たちは水道水よりもペットボトルの水の方が健康にいいし水道水のなんかがんがありそうなね害がありそうな水よりもミネラルウォーターの方がクリーンでねとってもヘルシーなイメージがあります。ですんで、す わざわざ水道から水が出るのにペットボトルの水を買うわけなんですけどもさあ一体本当にこの選択は正しいのかってことですまずはペットボトルの水の水質基準は30項目クリアすればもう清涼飲料水としての販売許可が出るそうです30項目ね、クリアしないといけないんですねで水道水はどのぐらい厳しいかっていうと150項目なんでこちらの ミネラルウォーター、ペットボトル以上に120項目の試験をパスしないといけないんですよね。となると、どちらが水として信頼できるのかっていうのは、なんと、私たちはね、ペットボトルの水がいいだろうと思ったんですけども、逆にペットボトルの水の方が悪いというね、そういったことに行き着くわけなんですよ。いやー、だからね、どうどこの水とかね、四万十川の水とかね、富士山の水とか言いますけども、うん ちょっと疑問を呈しないといけないですね。結局水道水の方が良かったってことなのかなと思います。ただ、水道水にも全く落ち度がないわけではないんですよ。というのが、昨今にわたってですね、水道水、これを運んでくる水道管の問題があります。水道管っていうのは、おおよそ50年前、ちょうど高度経済成長期に日本全国に上水道っていうのが張り巡らされた時に、鉄パイプをどん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 ね、通したんですよね。その鉄の 耐久度がもう30年から40年なんですけども、日本全国この水道管のパイプっていうのの入れ替えがとっても遅れてるんですよ。ですんで、ほとんどの市区町村で耐久年度ギリギリの水道管がそのまま使われています。どういうことが起きるかっていうと、水道管が鉄ですから錆びていって、その錆びが徐々に溶け出して、そして皆様の水道から出ているっていう現実があるってことですよね。ひどい例になりますと、 昨今で、ね、ニュースになることも多いんですけどもその水道管が自然腐食して水が漏れてパキンと割れてしまってそっから先の1万世帯5万世帯10万世帯に断水っていうね事態が起きるってことなんですよ。でやっと水道管の修理をするってことなんですけども壊れたところだけを修理しても他の入れ替えてないところっていうのは相変わらず50年の水道管ですからね。ですんでこれから次々と水の圧力によってですね 錆びて弱くなったところが経年劣化したところが裂けていくっていうことがこれから毎年のように起きてくるそしてその頻度は全国で増すばかりそうなると水道の補修業者さんも間に合わなくなってそのまま放置で現実的に間に合わないところは給水車を送るというねまあ、そんな対策まで内閣の方でね考えられているってことらしいんですよ、うん、ちょっと怖いですね でこれからね、日本全国の水道管をなんとかしなくちゃいけないっていうのは本当に喫緊の課題なんですね。ですけどもやっぱりり収益性が悪いといいいととうこででね、真面目に取り組まれていないんですよ。本来ならここに大きな予算をつけてこの国のね国民の生命の根幹である水ってものは絶対に確保しなければならないんですけどもでもこれが国営から民営化になるっていう話もあるんですよ。 水道が民営化になるとどういうことかっていうと、民営会社は利益を上げないと倒産します。倒産したら当然水の供給はそこでストップです。誰も責任取ってくれません。もう、どうしようもない事態になりますよね。で、なんとか民営会社によって水の供給がなされていても、民営会社は利益を出さなければ潰れますんで、利益を出すために水道管の交換の頻度を遅らせるとか、水質の維持を怠るっていう問題が出てくるんですよ。 ももちろん人員ミスも起きるでしょう。そうなってくると水道の民営化ってのは私たち国民の生命にそのまんまダメージを与える可能性が強いんですよね。この辺フードエージェントさんどのようにお感じになるか聞いてみたいと思います。今日の1つ目の質問水道管問題です。これについて思うところ自由に語っていただきたいと思います。2つ目なんでですすけども、もパーーティーですとか、かそれから外食、こういったものったののては、 確かに自炊に比べて食品のコントロールや健康管理、安全管理ができませんので避けるべき傾向にあると思います。でもそうなると円滑に人間関係が遅れるっていうこの可能性はかなり遠ざかると思うんですよ。もちろん同じように健康に気を使って外食をほとんどしないよって方と気があった形で自宅デートとかね自宅で打ち合わせとか共同で自炊をするみたいなことはそれはそれでね誰にも邪魔されない かなり強い、えー、こう空間といいますかね、趣味のお共有になると思いますけどもね。さあそこでね、二つ目の質問というよりも、私の独り言ですけども、健康に気を使うことは非常に大事なんですけども、そうなってくると、恋愛にはかなりのダメージになるんじゃないかなと思うんですよ。食べるもの、飲むもの、いちいちね、気を使わなくちゃいけない、そんな、 気持ちがするるる男性性とと付き合っっててくれる女性っていうのはいるのはかなと思うんですよね。でも健康にものすごくこだわりがある女性とだったらものすごく強い関係になると思います。ですんでねこの健康に食事や飲み物を考えようみたいなコミュニティがあると安心してその前提で男女が集まってきて、まあ、いわゆるね新しいマッチングの形っていうのはできるんじゃないかなと思いますよね。 やっぱり一般的なマッチングアプリっていうと男性が登録したら20代の女性を求めますみたいな感じでねで女性が登録したら年収5 600万以上の男性を求めます身長は175センチ以上ですみたいな条件をお互いにこうプロフィールに書くと思いますけどもこの食に関する恋愛マッチングアプリっていうふうになると外食基本的にやりません自炊でこれこれこういう食材を一緒に使える人募集みたいなんだと 結構マッチングしやすいんじゃないかなと思いますけどね。その辺いかがでしょうかということをフードエージェントさんにちょっとね、お話聞かせていただければ幸いですけども、いかがでしょうかそれではありがとうございました。